耳で読む今昔物語集巻一第35話、義学で仏を供養した人たちの話。危機物語。今は昔、天竺の遮影城高皿国に着飾って義学を歌い、城を出て舞い踊る人たちがありました。ある時、仏が多くの弟子を連れて骨敷托鉢して城門に至ることがありました。義学をする人たちは仏に出会えて歓喜して礼拝し、義学を歌って仏とその弟子を供養しました。仏はこれを見て微笑み、阿難阿難陀に語りました。義学を歌って私を供養してくれた人々は、この功徳によって来世100号三悪道地獄ガキ畜生に落ちることはない、天の人となって楽を受けるだろう、その後は皆略史仏円覚悟った人となって妙生と呼ばれるだろう。義学をもって三宝仏法僧を供養する功徳は無料であると語り伝えられています。